会いに行ける国会議員、三輪チャンネル突撃永田町、スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしています。この番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時、国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます。生放送、視聴者参加型番組ということで、ご覧になっている皆様から、ユーストリームやニコ生などのコメントを通じて、ご意見やご質問などをリアルタイムにいただき、公開していこうと思います。第188回目のゲストはこの方です。共産党宮本徹衆議院議員です。どうも皆さんこんばんは。日本共産党衆議院議員の宮本徹です。どうもはじめまして。はじめまして。先に三輪チャンネルからのお知らせよろしいでしょうか。あ、どうぞ。はい、9月14日21日はですね、こちらのスタジオの都合でお休みとなりますので、次回は9月28日ということになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。大変失礼いたしました。いや、共産党ずっと今年は続いてますよ。そうですね、ずっと続けさせていただいて、ね、あの次から次へと回ってる間にとうとう私のところにも回ってきて、大変緊張しております。そうですか。そんな、もうだって街頭演説ってブイブイやってる共産党さんじゃないですか。こんな番組ね、街頭でね、街頭で政治の話をするのとこうね、異分子をね、話すとかっていうのはちょっと、ね、また違いますか。でも政治の話もね、していただければというふうに、もちろん思ってますよね。日に焼けてますね。あ、そうですね、やっぱり今年は参議院選挙があり、その後東京は都知事選挙もあり、まあ、毎日のように街頭宣伝やってましたので、夏休みは取れました。おかげさまで夏休みに少し取らせていただきました。何をされたんですか。子供を連れて、子供がやりたいことですね、プールに行ったり魚釣りをしたり、パパでですね、そうですね、そういう時ぐらいしか子供に、時間を取ってあげられるとなかなかできませんので、はい、思い切っても自分のやりたいことは脇に置いて、子供がやりたいことを、に徹するというのが夏休みです。早速質問来ましたよ。宮本大使、二重国籍は問題あると思いますか。二重国籍は問題あると思いますか。まあ、日本の法律上はですね、まあ、二重国籍は認めてないということになってますけど、ただ私もあんま詳しくは知らないんですけども、国際的にはやっぱり今この移動が激しくなる中で、二重国籍っていうのは認める方向になってる国が随分増えてるみたいですけどね。そうざるを得ないですよ ね。これだけね、その国境がまたいでね、人も物もお金も動く時代ですから、はい、そういうことも今後どうしていくのかって考えて座るのかなというふうに思いますよね。今もう民進党とはね、連合ですからね。そうですね、民進党とはね、この間野党共闘ですからね、野党共闘でやってますので、本当にこんな時代が来るんだなというふうにですね、客席にいる方も蓮舫さんとの遊び友達だったらしいです。昔いろいろ聞いた方がいいですよ。私信じられない話が出てきます。の柿沢美斗さんが、はい、学生時代のクラスメートなんですよ。もしかしたら東京大学ですか。あ、そうです、そうです。あの隣の方もそうです。不倫相手の方もそういう説明はどうかと思いますけども、でだから学生の頃はね、相手は、ね、元自民党の外務大臣さんの息子さんで、私は学生の頃からこういう活動を一生懸命やってましたから、まあね、こうあっても激論するっていう関係だったんですけども、あ、でもいいですね、そうやってね、分かち合って話し合えるっていうのは。それが本当に今度はね、都知事選挙で一緒に野党共闘を組んで、まさかこんな時代がっていうことですね。一緒に街頭演説、まあ、彼の選挙区に行って一緒に街頭演説、私の選挙区に彼に来てもらって一緒に街頭演説なんてやりましたけども、本当にそういう点で言えば、政治は変わりますね。政治は、ね、変わる、この力でですね、はい、世の中変えていかなきゃなと思います。それでは行ってみたいと思います。幸せ度数年表です。これを振り返れば宮本徹さんの半生が分かるということで、1972年生まれということですね。上京が91年、バブル弾けた頃ですね。そうですね、ちょうどどちらから上京されたんですか。生まれは兵庫県で、も全然関西弁出ないですね。関西弁は演説してるとやや関西弁が強くなるというふうに指摘されてるんですけども、学生時代に友人が劇団やってたんですね、うんうん、でこの学園祭出る時に、はい、役者が足りないと、と呼ばれて、それまでもうずっと関西弁だったんですけども、こう直されちゃったんですよね、うん、おかしいおかしいおかしいって言われて、それでいや私は本当東京からこっち出てきた時は関西弁を貫こうと思ってたんですけども、うん、そこで東京なまりに変えられてしまいました。どちらですか。兵庫県の。兵庫県生まれたのは三木市なんですけども、宝塚ですかって来てますよ。
あ、宝塚じゃない、兵庫県の三木市、の生まれで、小学校5年生から明石市の方で、タイやタコも取れる。明石ね、はいはいはい、たこ焼きの、明石焼きと言いますけど、まあ、私は卵焼きっていう言うんですけどね。そうですか。はい、91年はこれは東京大学に入るためにやってきたということですね。頭がいいんですね。浪人もされてないんですか？浪人もしてますよ。何浪ぐらいされてるんですか？一浪ですけども、浪人時代にですね、はい、前の席に予備校で座ってた人も今永田町にいるんですね。どなたですか？自民党のですね、あの藤井久幸さんという、今国土交通の政務官今度なられたんですけどね。あ、藤井博久さんじゃなくて、あの藤井久幸さん、まだ2期目ですかね、はい、多分宮チャンネル出られてますね。あ、出てますか？どちらの党でしたっけ？自民党のですね。そうですか。藤井久幸さん出てる。そうですか、はい、ごめんなさい、一緒の予備校は一緒だったんですか？予備校は一緒だった。私も彼がこんなとこいるのは知らなかったんですけども、やっぱり永田町の人たちって頭がいいんですね、皆さんね。はい、そして共産党には1996年に入られたということですが。そうですね、まあ、学生時代に入党して、まあ、職員になったのが、卒業したのが96年で、5年かかって、共産党のですね、職員、学生時代は私、あの学生自治会の委員長やってたんですね、東大の。それで、まあ、もうその前のきっかけは何なんですか？親が、いや、親は共産党のことはあんまり好きじゃないですね、父親は。多いですね、そういう人が続いてますね。あ、そうなんですか。大きいところで言うと、あの市田忠義さんですね、赤だけにはなるなとお母様の遺言ですね、池内沙織さん、食堂やってますね、お家がね、松山で、もう皆さん自民党の出入りが多かった中でのお嬢様が共産党だったということで、最近は赤旗新聞をスクラップしてくれる。ああ、すごいですね、スクラップしてるっていうことですよね。いや、塩川哲也さんも言ってましたよ、前回の、まあでも親の世代と同じ考え方だったら世の中は変わらないってことですから、うん、やっぱり次の世代が新しい問題意識を持って、うん、はい、やっぱり世の中変えていこうとなるって。でも一番のきっかけは何なんですか？先輩に誘われたとか、そういうことですか？いや、共産党のね、職員になるのは、その学生自治会の運動の中でですね、当時ね、あの細川内閣っていうのが92年、93年ですね、できて、日本新党、その時にですね、大学の授業料を国立大学も学部ごとに私立みたいにしましょうっていうのは、突然ですね、そういう検討してるっていうのはメディアで流れたんですよ。で、国立大学っていうのは学費全部同じなんですね、理系も医学部も、はい、文系も全部一緒なんですよ。だから特に理系の人なんかはやっぱりもし私学みたいになったら、もう自分たち研究者になれなくなる、うん、大学院に進学してっていう道が閉ざされるっていうので、ものすごい反対の声が上がって、はい、まあ、私も学生時代の役員やってましたから、みんなに呼びかけてストライキってなったんですよ、うん、ストライキ、学生がストライキするっていうのはね。学生がストライキするんですか？みんなでね、行かないんですか？あの学校に来て授業に出ずに、あ、それ普通の生徒ですよね普通の生徒はみんなそうですよ ね、まあ、東大教育学部でしたっけ、ね、まあ、その時はまだあの教育学部じゃなくて、あの駒場の方にもいらっしゃるね、教養学部の方にいたんですけども、あのやっぱちゃんと学生投票をやって、ストライキ権を確立して、ストライキするかしないかってなって、まあ、大半の人はおっしゃる通り来ずに、うん、まあ、ネトライキって言うんですけども、うん、ネトライキっていうのすごいノミニケーションみたいな死語ですねネトライキって、ね、この恥ずかしいことなんですねはい、来ないですよ、まあ、来た人たちで、まあ、抗議集会やったり、その後国会までデモしたりですね、まあ、その時はやっぱり、学生だけじゃなくて、まあ、国立大学協会だとかもやっぱりものすごい反対をして、あと私たちのストライキの日に合わせて朝日新聞を社説を出して、これはおかしいんじゃないかっていうので、まあ、そういうのもあって、この話は立ち消えになっていったんですね。で、翌年、はい、今度村山内閣になってね、はい、そしたらまた同じ秋ぐらいになるとですね、同じニュースが流れてきたんですよ。またそういう検討してるっていうのが、それまた翌年も、まあ、その時は私も学生時代の役員じゃなかったんですけど、その私たちの後輩がですね、これは大変だ、大変だというのストライキをやって、またその話もなくなったんですけども、やっぱりこの政治そのものを変えないと、うん、ね、まあ、しょっちゅう毎年ね、そうやって政権が変わるたびにそういう話が持ち上がってきてしまったら、やっぱ政治を大元から変えるためには、やっぱりその道にですね、自分も
進むのがいいんじゃないかということで、まあ、共産党の職員の方ですね。あ、まあ、時期は90年代ですけど、まあ、60年代70年代があまり変わらないあれですね、きっかけですね。ああ、そう、60年代70年代はよく分からないですけどもね、まあ、大体ね、事業の値上げとかそういう感じでね、皆さん学生が立ち上がるっていうところから各活動家になっていくっていうのがパターンですね。あ、パターンですか。そうですか、いろいろ聞かれてますね。私もたくさん聞いてらっしゃるんですもんね。はい、そして結婚、これもちろん赤旗祭りで知り合った方ですよね。赤旗祭りの前なんですよね。まあ、私こう就職をして、で、共産党の職員で初め、若い皆さんに共産党のことを知ってもらって活動なんかやってたんですけども、まあ、その中で、妻と知り合って、もちろん同じ思想の方ですよね。あ、そうですね、そうですね。共産党員なんですか。今赤旗記者やってます。あ、記者さんなんですか。すごいですね、共済化が続いてますね。塩川哲也さんもすごい奥さんだっていうふうに聞いてるんですけど、党内では有名な、誰もがすごいっていうひれ伏すような、塩川さんの奥さんはね、すごい。そのおかげで塩川さん今議員やられてるっていう、ね、ごめんなさいね塩川さんということを聞いたんですけど、先週、まだまだなんですね。そうですね、私の妻も本当に、何を担当されてるんですか、記者で。今は、暮らし家庭欄ですね。あ、暮らし家庭欄、その前はいろんな国民の運動をですね、そのね、を追っかける国民運動部って他のメディアないところにいて、その前は社会部にいて、一番初めは校閲ですよね。ああ、そこから始めて。バリバリですね。まあ、バリバリやられてます。そうですか。はい、そして初めて衆議院選に出たということですね。もう大学を卒業してからはずっと党の職員だったんですね。そうですね、ずっと党の職員やってまして、そして初めて衆議院選に出馬されるという。これは郵政解散の時が一番初めて出たんですけど、2005年の郵政解散にね、出たんですよ、宮本議員は。結構惨敗でしたよね。よく知ってますね。菅さんの選挙区だったんですよね。皆さん、東京18区ですよ。東京18区。菅さんと市長さんだった土屋さんというところに割り込んで出られたわけです。もうあの時突然の選挙だったんですね。小泉さんが選挙に本当になるのかなっていう時に解散になっちゃったもんですから、候補者ね。急に出られたんですか。もう急も急で、実はうちの妻が海外に出張に行ってたんですよ、その時。ベネズエラの方に行ってたんですよね、それで相談もできなくて、まあ、そのまま私、ね、妻と都心で暮らしたんですけども、18区の方にアパート借りて、じゃもういきなり落下さんで出ないひどい、一人で、一人で妻とも相談できないまま、大変でしたね、それは。出ましたね。そうですか。もう菅さんとね、土屋さんが10万票以上取ってるところ、2万ですから、もういきなりっていう感じが分かりますよね。すみませんね。いや、それいい意味で言ってるんですよ。それが今こうやってバチつけられてるっていうね。大変な選挙でしたよね。菅さん汚いなとかいっぱいありました話。いやいや、そうなんです。やっぱ菅さんはね、やっぱ総理の前ですから、総理の前、やっぱり市民活動家として、まだ活動家だったんですね。やっぱり震災前ですからね。やっぱそういうかなり幅広い市民の方からやっぱり支持を得られてて、やっぱ若旗読者の方なんかでも、菅さんが演説すると菅さんってこう手を振るぐらい。それは許せない出来事ですね。そんなことないんですよ。それはやっぱりね、まあ今やっと京都を組んでるからというわけでもないですけども、まあそういうことは。当時はね、苦しかった。まあでも落下さんでね、急に10人。でも落下さんって言ってもですね、実はこの当時武蔵野三鷹の共産党の責任者はこの前年になってまして、そうだったんですね。住んで住所は知らないところではなかったんですけども、その武蔵野の方では活動はやってたんですよね。ですからその後にこの武蔵野市長選ってありますけど、これ土屋さんが衆議院選挙に出て当選ね、比例の方でしましたので、当時の市長さんが、はい、その後すぐ武蔵野市長選になったんですよ。なるほど。ここは民進党じゃないですね、当時民主党と共産党と一緒に手を取り合って、本当ですか。そうです、そうです。じゃあ今の国会のモデルの前例を成してたんですね。まあモデルではないとは思うんですけども、ただね、ここでやっぱり 村上さんって方、今も市長3期目やられてますけども、村上さんが
その前も私たちは民進党と一緒に村上さんって方、この前2年、この2年前にも市長選だったんですけども、落ちてたんですけど、その時は勝てなかったんですけども、はい、この時は勝てたんですね、はい、新人同士の争いということ で土屋さんの頃の武蔵野、まね、っていうのは中学校給食やらないとかね、あと何故かというと愛情弁当が大事だってね、そういうそういうのはね、女子供が家で作れと、ね、遊びに歩くんじゃねえぞとかだとかね、あとは保育園ね、クーラーつけないと暑くても ね、はい、ね、体力よね、ちょっとは昔かたぎですよね。そうだから優れた政策もいろいろ土屋さんやられてたんですけども、やっぱそういうちょっとね、そういうところがね、まだ追いついてないと、ものすごい自分の考え方に凝り固まったところがあって、また支持者もね、それでいいのよとかね、そういう人が多いですね。だけどもやっぱりそこを変えましょうというので、で変わったっ、ね、変わって、それでやっぱり中学校給食もちゃんと今ではですね、全校で当然できてますけども、はい、この与党になってこれ良かったですよね。そして第1子第2子が生まれ、そして衆議院選は2回挑戦したんですね。これは2回目、2012年、これは、はい、そうなんですね、2012年、その間はずっと共産党の職員をやられてた。そうですね、ずっとこの2012年の初めまで共産党の武蔵野三鷹の責任者をやりながら、はい、まあ、いろんな市民の相談乗ったりとかっていうのでやってました。そして第3回目の選挙で見事バッジをつけられたということですね。ありがとうございます。おめでとうございます。比例で、そうですね、東京ブロック比例単独です。いや、手応えは感じましたか？そうですね、やっぱりその前年の都議選で共産党が民主党を当時の民主党を上回って、はい、議席を得て、その直後の参議院選挙で東京選挙区で吉良子さんが当選をしてて、そう、ね、躍進の流れがその前から始まってましたから、ちょっと出てますよね。これはもう本当にね、グッといくなという感じで、だから本当おかしな話でですね、私比例単独で、ね、まあ、バッジもつけてない人にもかかわらず、うん、共産党の後援会ニュースなんて書かれたかっていうと、東京は、ね、3議席目を取るかどうかの戦いだっていうふうな感じで書かれたわけです、うん、ね、3人と池内さんです、3人目ね、うん、だから私なんか新人でバッジもつけてもないのに、うん、なんて言いますかね、その初めからもう、ね、入るかのような感じの、まあ、メディアもね書かれてたから、なんかものすごいそういう点では勢い、もう最初の選挙と全然違うって感じでしょう ね、この時はね、やっぱその、はい、本当に共産党への期待を感じましたね。もともとあれなんですか、やはりバッジをつけようと思って入党された？いや、そんなことは考えてないですよ。共産党に入る人でバッジつけようと思って入った人は多分いないと思いますよ。そういう人は除名ですよね。除名にはならないと思うんですけども、ね、やっぱり少しでもやっぱこの世の中良くしたいなと、そのために自分ができることがあるんだったら、はい、うん、やってみたいなという思いで入るのが共産党ですから、私もまさかね、こうなるなんて思ってなかったですよ。そうですか、この時に比例の候補で、ね、この時は初めて比例、この時は小選挙区単独だったので、1回目は比例の2回目に出る時は話が来た時にものすごい躊躇しましたもんね、自分でいいのかっていうのはですね。奥さんがまた押してくださった、まあ、なんて言ってたかな、忘れちゃいましたね。まあ、同志ですかね、同じ田舎で、そうですね、戦っている分野があるってことですよね。はい、わかりました。はい、幸せ度数年表でした。はい、次のコーナー行ってみたいと思います。最近の政治トピックスです。拍手してください。あ、はい、これは政策についてお話しいただくんですが、はい、分かりやすいようにお願いいたします。はい、今何を中心にやられてるんですか？やってることはいっぱいあるんですけど、今日ちょっとお話ししたいのはですね、やっぱ安倍政権になって防衛費がですね、毎年ずっとうなぎ登りに、増えて、今度の概算要求でも5兆1000億を超えるということで報道されてますけども、防衛費もすごいですけど、外交費っていうんですか、その海外に行く、海外も、ね、行くのもね、本当すごいですけども、それは国益になってるのかどうなんだろう、ね、それで防衛費で言いますと、はい、実はですね、これは私質問で使った、はい、こっちにあったんですね、はい、ちっちゃすぎて見えない、あ、じゃあ、ね、後にしてもらいましょう。
これ質問で使ったグラフなんですけども、はい、もともと閣議決定で5年間でなんぼ使うんだっていうのはですね、決めてるんですよ。毎年 0.8% 程度の伸びっていうので、いうのがですね、閣議決定で決めてるんですね。何パーセントアップ？毎年 0.8%、まあ、毎年増やすこと決めてること自体私からしたらけしからん話なんですけども、ですけど問題はですね、これはそれが黒い方が毎年のこの元々の政府の想定なわけですよ、はいはい、0.8 ずつ伸びてアップしてるのが黒いやつですね、ですね、はい、それが実際の予算がですね、当初予算が赤ですね、それに加えて毎年補正予算組んでますが黄色ですから、こんだけですね、こうこれ14年15年、単位1477億円ですからね、これはだから補正分ですね、すごいですね、だから毎年数千億ずつこの当初よりも伸びてるんですよね。閣議決定違反じゃないかと、これは今年 の春の予算委員会で中谷防衛大臣に聞いたんですよ、中期防衛力整備計画の想定よりも上回ってると、今後どうするんですかと、ね、これを守るんですかと、ちゃんとこの計画を守るんだったら減らすということですねと、ね、それともこの計画は無視するってことですかと、それともこの計画を変えてしまって増額の計画を作るんですかと、三択ですよと、その三択で選んでくださいっていうふうに聞いたんですけども、三択で選ばない、答えない、麻生さんが隣から答えなくて答えなくてっていう感じのことで、ね、やっぱ聞こえるんですね、答えなくていいっていう、ふうに私にはそう聞こえました。まあ、もうすぐそこにいますから、予算委員会ですからね、もっとひどいこと言ってたんですよ麻生さんだからいやなん、ね、ひどいこと言ってたからそこはですね答えないですけど、はい、でだけどもほん、ね、だけども安保法制の特別国会では安倍首相は安保法制作ってだからといって防衛費が増えていくことはありませんと、それはなぜかというと中期防衛力整備計画があるからですというふうな答弁をしてたにもかかわらず、実際はですね計画を上回って出し続けて、今度の補正予算もここ、今度はね200数十億ですけども、こう黄色いのが今度の補正予算で出されるわけですね。でここ出てるのはもっとここ赤いね、赤いのもっとこうなるわけです。何に使ってるんですか具体的に1500億円？いやだからいろんなものの兵器の購入ってやっぱ毎年1兆以上ですかね、かなり変わってますで、やっぱり安保法制ができて、それまでできなかった米軍支援のメニューっていうので、例えば戦闘現場に発進準備中の米軍機に対して自衛隊が給油を行うと、あるいはミサイルを積み込むとかね、こういうね、それまではねこれは憲法違反の疑いがあるということでダメって言われたんですけども、ね、武力行使、アメリカの武力行使と一体化してるって誰が見てもどう思うじゃないですか、はい、戦闘現場にまさに飛び立つ米軍機、だけどもそれがでやるための新型の空中給油機なんかもですね、今年の予算から、買ってますし、今度の概算要求でも買ってます。日本は戦争に行かないんですが必要なんですかそれは。いやだからこれはだから私たちからしても全く不要なものですよ。だって空中給油機なんてちょっと前までの自民党政権だったら買わなかった話ですよね。もうで今度の新型空中給油機というのはしかもオスプレイに給油ができるんですよね、で東京横田基地に来年から CV-22 オスプレイが配備されるんですね、米軍の。だからその CV-22 って今アメリカ本国から、ね、空中給油しながら、今っていうか2年前までですかね、あのアフガンだとかあっちまで飛んでって、テロリストと疑わしきものをと捕まえて帰ってくるっていうね、特殊部隊を移送する部隊なんですね、 CV-22 オスプレイっていうのは。それを横田に配備してそれに給油できる空中給油機を買うっていうのは、ね、一体どっから買ってるんですか。これはですね、アメリカのメーカーですね、空中給油機は。ボーイング社だったかな、ちょっとこれ間違ってたらごめんなさい。ごめんなさい、いいです。そういうのもね、賄賂とかロッキード事件から始まってね、なんかあるのかもしれないですしね、わかんないですよね。あまりにもでもね、本当にこんなところに使うお金があるんだったら、うん、今本当に保育園入れなくて困ってる方が。待機児童なんてもっと安いお金でできるんじゃないですかね。いやもう本当にね、この防衛費のごく一部を使えば、ね、かなりのことができますよ。
でもいつもこの番組でも言ってるんですけども、うん、もう今まで20年前では待機児童の問題っていうのは首長レベルの問題だったわけですよね、うん、地方自治体の、うん、だけどもう今総理大臣が出て言ってるにもかかわらずなかなか展望が見えないっていうことがありますよね。だから本当思い切ってやっぱここまで国政の問題にですねやっぱり皆さんの世論と運動でなってきたわけだからそこはもう国が思い切ってお金の優先順位を変えるということをですねやらなきゃいけないとやっぱ保育士の皆さん確保するためにやっぱ給与引き上げようと思ったら相当なねやっぱり今度ね政府も6000円ですかね引き上げるって言いますけどもね保育士さんの皆さん聞いたらそれじゃあねっていうねやっぱ10万円低いって言われてるわけですから賃金に比べてそこは思い切って引き上げる手立てはね、うん、こういうところを削ってこそ作るべきじゃないかと、はい、もう一つのカビはあもう一つはですねこれ毎年の予算とか補正予算で使ってるだけじゃなくて、これはですね何かと言いますとこれ見出しがなくなっちゃったこれ何のグラフかさっぱりわかりませんこれはですね防衛費の高年度負担借金ですね。要はあの契約だけバンバン結んでさっきの予算ですよね、補正予算ですね。補正予算じゃないです。補正予算だとか当初の予算の時にですねその年に払うのは契約のうちの一部なんですよ防衛費っていうのは、はいはい、防衛費っていうのは特殊な構造で、5年先までの契約が結べるっていうのが2年前まであったんです。前借りできるということ。そうです。それが実は2年前にですねあ1年前かな1年前ですね10年先まで契約できるってなったんですよ。じゃあ子供たちにツケを残さないとか言っといて防衛費を買ってるんですか。そうなんです。ツケを残さないと言いながら、これ見てください。これあの民主党政権の頃ですね、はい、これ3兆円前後ですよその高年度負担というのは、うん、これが変わらないってことはどういうことかっていうと、うんうん、新しく契約を結んで、その高年度負担も作るんだけどもそれと同じ額を返してるってことですよね、はい、だけどもこの安倍政権になってからですねあの契約を結ぶ額の方がですね返す額よりもどんどん増えてるっていう状況なんですね、うん、じゃあちょっとつけでみたいな感じで飲んでる。もうつけでっていうことでねつけで飲んでるつけで飲んでるっていうね、そのねそれ誰が払うのかってことですね。安倍さんが最後にね払うのかって、ね、誰が払うんですか。誰が払うってこれはやっぱ国の予算で払うしかないですから未来の未来の、そうそうです、未来の私たち、そしてね、子供たち、孫たちというふうにですね、こう残らざるを得ないです。これどうするんですかっていうんですね、私なんかもね、あの役所の人なんかでもよく聞くんですけどもね、本当にもうたかが外れちゃってる状況ですよね。そういう状況を今見てるということですね。こういう問題を一生懸命やってまして、結構防衛費が増えてることわーわー言う人って少ないんですね。分かんないですよそんな今付けの話、ね、いやこの話なんてのは本当に、ねね、私は国会で言ってるぐらいで、あの、まあ、最近ねそのメディアの社説なんかにもちょこっと書かれるように、はい、なったんですね、ね、あの高年度負担が増えてるってことなんかも、まあ、でも100年後はねもうすごい皆さんこういうのは分かるでしょうね。だって100年前なんてこう普通の市民なんて政府が明治政府が何やってるかって分かんなかったじゃないですか。だけどどんどん今公開されてる、うん、まあ、情報化時代ですから100年後はもっと分かるでしょうね。いやもうとにかくこういう今アメリカで買ったとか例えばね、うん、ね、そういうことになるでしょうね。もうとにかくもうと、ね、私は一生懸命宣伝してこういうお金の、ね、未来にまでつけを回してるやり方はおかしいっていうのをですね国民に知ってもらって、はい、こんな政治変えなきゃいけないんじゃないかっていう、ね、むしろ日本の防衛費はまだまだ少ないんですけどっていうの来てますね。日本の防衛費はまだまだ少ないんですけどっていうのは日本の借金がですね今どれだけあるのかってことですよ、うん、1000兆円、うんうん、でこれから少子高齢化が進んで社会保障のためのお金を回さなきゃいけないということなんですよね。ですからそういう時にどこからお金を社会保障のお金を作るんですかっていうことはどうしても考えなきゃいけないんですよ、ね、はい、わかりました。最近の政治トピックスでした。最後のコーナーです。今だから言えるあの日のあの出来事です。いやこれねこれ一番嫌ですか。一番悩んですいません。言えないことは言えないし言えないこと言えない、言えることは言えるっていう、大変なことになっちゃうなんてこと言ったら怒られちゃいますね。大体言える範囲でお願いいたします。いや、そうですね、まあ今野党共闘はね、はい、
こういう形で、ね、進み始めてますけども、1年前こういう状況じゃなかったですよね、うん、そうですね、今年になってからでしたよね、野党共闘の話が出てきたのは、うちが方針出したのが、あの安保法制が強行された直後なんですけども、その前から市民の中ではこう共闘してくれよっていうのはね、ありましたよ、かなりあったんですよ。だって共産党さんが出ることで票が割れたりとかね、いうのがあって、それでですね、その安保法制の最中のとあるインターネット番組で、ミヤチャンネルじゃないですよ、はあ、あのあるインターネット番組で、はあ、小林節先生ね、憲法学者の、はい、だとかとこう討論する機会があったんですよ。その時に小林節さんが、まだ安保法制の国会の最中だったんですけども、この法律はあんたたちが頑張っても通されると、通された後どうするんだと、野党共闘をね、うん、やるべきじゃないかっていうふうにですね、こう相当な勢いでですね、この番組でもね言われて、いや心の中ではもう半分そうだよな、そうだよなと思っても、ね、私たちの党の法律でそういうこと決まってるわけでもないし、ね、それにまあ、今までずっと立ててきた経過もありますしね、やっぱり政策違うところがあるじゃないかっていう思いもありましたし、こうなかなかその番組はですね、もご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 ってねなっちゃいましたね。あ、うん、でもそれから、まあ、幹部同士というか、まあ、共産党で話し合った、あ、そうですね、コンセンサスが、まあ、そう野党共闘に行ったというですね。だけどなんか、ね、後の記者ね、その後の審査の記者会見見てたら、そのもうお盆の頃から考えてたっていう話でしょ。で私はもう お盆の後ぐらいの番組だったね、それね、だから少し去年の話、そうそうそう、言ってくれればね、口頃前の話ですね、言ってくれればもうちょっとね、なんとなくそういうニュアンスを醸し出して余裕で聞いてないよと共産党さんでもあるんですね、そういうことはね。それはうちはやっぱりそういうのはもう厳格ですよね、情報はね、情報は、うん、ね、あの時は本当に、ね、はい、苦労しましたね、はい、ではあのスタジオから質問を受けたいと思いますが、どうぞお願いいたします。何でも、比例区だとどんな選挙運動っていうのをやるんでしょう。あのもちろん2期目3期目と続けて頑張っていかれるおつもりだと思うんですけど、なんかあの、小選挙区だと分かりやすいんだけど、何もしないでいいのかなっていうような気もするんですけど、どうなんですか。あのまず一般論としてですね、比例区で得る議席を得るっていうのは、日本共産党っていうのは衆議院の場合は書いてもらうっていうことになりますので、日本共産党そのものの支持を広げると、しかもこの1議席を増やしていくっていうのは相当な、例えば東京選挙区で言えば30万票ぐらい増やさないと1議席増えないんですよね。私は今30万票30万票ぐらい増やさなきゃいけないんですね、でですからそれを増やすっていうのは相当な、市の、ね、有権者数みたいですね、相当な活動に、やっぱり組織を挙げて、まあね、あと国会議員自身もですね、やっぱり日本共産党の値打ちをですね、国会論戦を通じて、追及したり、いろんな実績を上げたりしながら、日本共産党の支持を広げていくっていうことは必要になります。ただ私自身はですね、次は小選挙区から出ると。あ、どちらですか。いうことを 大ニュースですね。どちらですか。何区ですか。東京20区。あ、東京20区。東京20区、わかります。わかりますわかります。昔あの加藤浩一さんいた。昔加藤浩一さんがいらっしゃったところで、今はあの自民党の木原誠二さん、この間まで外務副大臣やられた方が。あの現職で出てるところなんですけども、あの埼玉寄りのところですね、清瀬、東久留米、東村山、東大和、武蔵村山っていう、共産党の支持者があの東京都内ではあの比較的多い地域なんです。じゃあもう加藤浩一さんは出られないそうなので、加藤浩一さんはそうですね、もう前回も出てないんですよね。ないので、もう野党共闘で、野党共闘ってのはまたこれからですね。そこですよね、そこでまた同じになっちゃうんですよね。野党あの2人とかで3人とか出ちゃうとですから私たちあの参議院は1人区でね、30にある1人区全部野党共闘っていうのをやりましたので、衆議院選挙でやっぱそれを目指してやっていくと。で、まあ、基準として私たちは、まあ、直近の、
選挙の比例得票に応じて小選挙区の数をですね、それぞれの政党でね、持つっていうことにしたらどうかっていう提案まではしてます。そうなんですか。じゃあそこの話し合いが小選挙区で、ですから、それぞれの地元の市長さんのところご挨拶に行ったりだとか、そういうことは始めてます。あの方20区の関係の方。ああ、そうですか。顔広いから言うと多いです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんてか事前もなっちゃう、ね、名簿持ってますから。はあ、すみません、いろいろこっちもいいですか、質問。もうそれで今まではね、選挙に行くと、投票に行くと、日本共産党って書こうと思うので日本まで書くんだけど、その後ちょっとビビって、結局他の党の名前シャシャってって書いちゃったりなんかしてたんで、今度はじゃあ宮本徹さんというふうに書いてもらうってことですね。そうですね、今度ちゃ、ね、まあ、野党共闘がちゃんとできるっていうのは前提ですけども、まあ、そうなると確信をして今私も活動をやってますけども、そうしたら宮本徹ということを私で書いて。不安はないですか。不安はないかといえば不安はもちろんねありますけども、やっぱりそれはやっぱりね、有権者に、不安じゃなくて不安だったらやめてください。ちょっと時間もいいよ、笑ってしまいました。でもね、東大対決になっていいですね、20区で。すごいよくご存知ですね、木原さんのこともよくご存知なんですね、もうそこでパーッと出てくるっていうのは、いっぱい質問というか、なんかちょっと、厳しいことがいっぱい書いてありますけど、なんか答えられるものってありますか。共産党は公安に監視されてるんですか、見えないで。それいっぱい聞くんですよね。公安に監視されてるんですか。公安警察がですね、憲法違反の活動をやって私たちを監視しています。とんでもない話です。この間安倍政権の閣議決定でもですね、共産党があたかも暴力革命をいまだに目指してるってね、まあ、私たち一度も目指したことはないんですけども、そういう閣議決定勝手に答弁書でやってるわけですよ。じゃあ証拠あるんですかと、何十年とね、公安調査庁が私たちを監視して調べて、スパイまで工作までやって、いろんなこと彼らはやってますよ。何か証拠一つでも見つけたんですか。公安の皆さん見てるんだったら言ってくださいね、一つも見つかってないですよ。そんなことに税金を使ってる暇があったら保育園を作りなさいと言いたいです。はい、すきっぱりとねおっしゃってくださいましたね、ですって。あ、すいません、はい、素晴らしかったです。視聴者に向かって言ったらまずいですね。公安警察に向かって言って、ね、まあ、安倍政権に向かって言ってね、はい、それでは次の議員さん紹介していただけますか。あ、これな、電話をかけてから。そうなんです、電話していただくんですよね。電話を出るかな、はい、喧嘩売ってるぞと書きましたね。もう喧嘩状態。公安に喧嘩売ってるぞこの議員っつってね。どっちが喧嘩売ってきてるんですかっていう話ですよ。その喧嘩を受けました。笑い。受けました。すいません。ということは公安の方かなこれは。お電話してください。すいません。入ってんのかな電話。あったありました。なかったら大変ですね。出ない、ね、あ、次どなたなんですか。すいません聞いてないです。すいません、参議院議員のこの間当選をした、あ、本当に出ない、山添拓さんなんですけども、後ろに置いてもいいですか。お願いします。もしもし、宮本です。山添さん、この留守電を聞いたらいいともって言ってください。9月28日、はい、三輪チャンネルでございます。14日と21日はスタジオの都合で、お休みということになっております。次回は9月28日水曜日でございますので、出てくれるかな。いいとも、ちょっと返事聞かないですけども、よろしくお願いします。ありがとうございました。いやでもね、最後すごい言葉で締めてくれてね、いろいろ公安問題にね踏み込んできてくれて、いやね、こういう、ね、今これ見てるかなって全部見てるんですよ、宮本徹議員は。大人の対応ですね。ありがとうございました。
どうでしたか。いや、あっという間でしたね。またあ、そう聞きたかったんですけど、あの宮本議員のホームページ、子供、赤ちゃん抱いてるじゃないですか、あの子どんな子なんですか。あれはね、下の子ですね。お嬢さんなんですか。あの子可愛いですね。ありがとうございます。びっくりしちゃった。モデルかと思った。いやー、私もね、いつもね、この子モデルになるんじゃないかなって思ったりはしてるんですけどね。すごい可愛い子です ね。今もうちょっと大きくなって、もうますます可愛くなって。だって、もう目が訴えてるんだもん。ねえ。あれ、あ、山添拓さんから。出たほうがいいですよ。いいところでね。もしもし。お嬢さんの話なのに。宮本です。今番組中ですよ。次28日ミワチャンネル出てくれるかな。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。次の議員さんはもう成り立てほやほやという感じで、この間まで選挙活動されてたっていう感じですよね。そうです、そうです。東京都民にとっては今馴染みの深い名前ですよ ね。そうですね、あれだけ活動を、ね、されてね、そうですか。本当に福島原発事故の、ね、被災者の、ね、支援の裁判だとかですね、はい、過労死の裁判だとかずっとやってこられた方ですので、共産党の次を担うホープだと私は思ってますので。いや、宮本議員もね、いや、私こういうふうにこうはもうやっぱりね、ネット運用みたいなのにこうやって反応するからね、こういうレベルだということで私はいや、それお嬢さんが可愛くて、ありがとうございます。あの目は何なんですか。皆さん見た方がいいですよ、宮本徹さんのホームページのね、一番最初の。うちの妻からね、あの写真で、ね、もっと顔をきれいに拭いて写真ね、もっと可愛い写真使いなさい。昔の子みたいなんだけど可愛いんですよね、うん、可愛い現代の子ですけども、はい、あれ何歳の時かな、あれ2歳の時の写真だと思う、まだ可愛いんでしょうね。 今4歳です、ね、びっくりしました。もう将来は赤旗のイメージガールですよ。まあそうなるのかな。キラヨシコさんの次ですよ。そうなるのかな。池内沙織さんの次ですよ。なるのかな。まあ将来子供たちがね、自分自身の人生決めてもらうんですけども、はい、楽しみにしてます、はい、すいません、ね、また来てますけど、なんか言ってください。まあいいですね。まあこういう反応はね、見てるってことは、あの視聴者もしっかりいて、この番組も人気番組になってでも共産党さんも結構言われてましたから大丈夫ですよ、喧嘩両成敗で、そういうことで、はい、9月14日21日はお休みということで、次回は9月28日ということで、どうぞよろしくお願いいたします。第188回目のゲストは共産党宮本徹衆議院議員でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Thank you.